日本人詐欺師10人が強制送還どす。被害総額がね、20億円にもなるみたいですね。 BMW のおっさんは精神的におかしかったみたいですね。サラ・ドゥテルテ市長ですけど、これはね、大統領選に出そうですね。ジェジェジェアイナコエドワです。今日もね、曇っちょりますね。ちょっとね、晴れ気味の曇りではありますけどね。皆さん、フィリピンしてますか？まあ、今日もね、曇っておりまして、暑くはないですね。こういう天気？嫌じゃないね。さて今何度かなと、31.5 度、涼しめどすね。ほんで湿度が 67% ですね。やっぱり高いですね。最近はね、高めどす。今日のニュースの情報元は PTB、GMA、CNN、イスコマリノショーの YouTube チャンネルからになります。今日の L ニュース。さて皆さん、 BI の発表によるとフィリピンではね、モンゲー事件が起きておりますよ。それはどんな事件か知らざいって聞かせやしょ。実は10人の日本人がフィリピンから日本へね、強制送還されたようですね。その10人はこんな10人どす。この10人どすが何をやったと思いますか？にゃんとテレコミュニケーション詐欺ですね。まあ振り込め詐欺みたいなもんですね。だもんでね、この10人のジャパニーズはマニラ空港から成田空港へ JAL でね、強制送還されたみたいですね。まずそのフライトには日本の警察官が一緒に乗っておったようですね。その時のマニラ空港での様子がこんなんやったようどす。さて、この10人の日本人ですが、皆さんは覚えちょるだろうか。あれは2019年のことだった。そう、まだパンデミック前の話ですね。そのパンデミック前の2019年に FSU って言いまして、まあ BI の逃亡者を探すね、舞台みたいなのがまああるんですよ。ほんでね、その FSU がマカティのホテルで日本人の振り込め詐欺集団がいかがわしい行為をやっちょるという情報をね、掴んだんですね。ほいて2019年の11月13日にそのマカティのホテルで34人の日本人を捕まえたんですね。ほいでその34人の日本人って言うんが、そのマカティのね、ホテルの部屋で振り込め詐欺みたいなことをやっておったんですね。まあ FSU はデカシャーした、デカシャーしたっていう感じですね。このニュースはね、確か当時は日本でもね、デカデカと報道がされちょったニュースですね。僕もね、まだ当時は YouTube を始めた頃ぐらいですかね。ほいで日本側の発表によると、この捕まった34人は日本でね、かなりの数の被害者を出しておった組織犯罪シンディケートのね、メンバーやと発表しておりますよ。ほいでこの詐欺組織が騙し取った総額って一体全体なんぼやと思いますか？にゃんと、その総額が20億円にも上ると言われておりますね。これはなまらどてらい額じゃけえの。ほいで今回はその34人のうちの10人が日本へ強制送還されると、そういう寸法ですわね。もっかいその10人をどうぞ。ほいで BI の発表によると、この10人は今後はフィリピンには入国ができなくなっちょるようですね。まあ見事にブラックリスト入りをしたとモレンケシャンは発表しております。でこの10人はね、名前もね、しっかりとね、報道がされておりましたよ。フィリピンでね、捕まる日本人ってみんなこんなんばっかりですね。この間もね、ほらパサイのホテルで捕まっておったんも詐欺師やったでしょ。でその前のね、バタンガスのリゾートで捕まっておったんも、これまた詐欺師でしたね。彼らはね、逃亡者としてね、紹介がされておりましたからね。やっぱりね、今でも逃亡先といえばフィリピンなんですかね。ほんでね、おとといにやべえフィリピン人が捕まった話オバしましたでしょう。ケソンシティのホテルに泊まっておったのにお金を払わんとね、逃げたやつですね。あれでね、ホテルのスタッフは警察に通報をしまして、そこのホテルへね、警察がこう駆けつけたわけですね。この男はね、乗っておりました BMW に乗りまして、まあ逃げたんですね。でその時にね、警察のパトカーがこう道をブロックしたんですよ。ほいでもね、そこへね、その BMW でバチコーンってね、ぶち当たってましたからね。
ほいで逃げたんですね。ほいでね、逃げちょる間も一般の車やらにね、ぶち当たりまくりまして、捕らえつけるにもね、ぶち当たっておったんですよ。それがね、困難としたね。これも完全にぶち当たっておるでしょう。このすぐ後にね、この捕らえつけるドライバーは病院へね、運ばれたみたいですね。ほいでその後にマニラのレクトあたりでね、なんとかこのおっさんを捕まえたんですよ。捕まえた時もこんなんやったんですね。やべえでしょう。ほいでね、その後の調べで分かりましたが、このおっさんの BMW から吸っちゃいけないものがね、出てきたようですね。で、このおっさんもね、吸っちゃいけないものテストを受けたようで、現在は結果待ちの状態みたいですね。ほいでね、2017年にもこのおっさんは マニラでね、トラブルを起こしておった可能性があるともお伝えをしましたでしょう。このおっさんの名前がね、アルビン・タンって言うんですけどね、同じ名前の人が事件をね、起こしておったというレコードがね、残っておったんですね。ほいで、このアルビン・タンと今回のアルビン・タンが同じ人かどうかをね、調べられたんですよ。ほしたらば、まさかのね、同じ人やったみたいですね。ほいで、その2017年に起こしておった事件ですが、知りたいどすか、知らざいって聞かせやしょ。このおっさんが2017年にマニラの警察署内部で盗撮をやっておったみたいですね。ほいで、それがバレまして、おいって声かけられますわね。ほいでもね、逃げたみたいなんですね。ほいで、その次の日にこのおっさんの家を警察が特定しまして、訪れたみたいなんですよ。ほしたらば、そこでもね、かなりこう揉めたようって、バルコニーに出ましてね、なんか一悶着あったようですね。その時の様子がこんなんやったようどす。なんかこの揉めちょる感じもね、どういう風なんかっていう説明はなかったんですが、揉めちょるなという感じがね、ビンビンに伝わってきますね。しかもね、このおっさんの家はね、かなりええ家ですね。まあ、BMW なんかも乗っちょりましたしね。ほいで、その2017年の時も、このおっさんは精神状態がかなり不安定な状態やったらしく、現在もね、精神状態について調べておるようですね。ほいで、今回のこの事件を担当しておる警察は、なんで2017年の時にこのおっさんは釈放されておったのかについても、現在はね、調べておるみたいですね。ほいでね、これはこのおっさんがね、精神的におかしくなっておることと関連しておるのではないかとも見ておるようですね。ほいでもね、もしもそうならば、こんなおっさんにね、車の運転なんかさせたらあかんともね、言うておりますね。まあ、ドライバーズライセンスはね、取り上げるべきだろうとのことですね。ほいで、このおっさんは現在もね、霧のメモリアルメディカルセンターで治療を受けておるようなんですね。まあ、このカーチェイスでね、このおっさんもいろんなところをね、こう、怪我しておるんですね。ほいでもね、このおっさんの家族は、もっとええ病院に移してやってくれとリクエストをしとるようですね。ほいで、このおっさんは、ケソンシティの総合ホテルに泊まっておったんですよ。ほいで、そこにはね、パートナーの女性もね、一緒におったようなんですね。ちゅうことで、現在はこの女性に、このおっさんのことをね、いろいろと聞いておるようですね。この女性がね、このおっさんから痛めつけられたりとか、そういったことがなかったかどうかも調べておるんだそうです。ほんでね、この女性の方がね、結構協力的なようですね。そんなおっさんをもっかいどうぞ。ほいでね、今日からまた規制がね、変わりました。メトロマニラでは普通のね、GCQ になったみたいですね。ほんで、バギーオンも GCQ みたいですね。これが7月の終わりまで続くみたいですね。こんなんどうす。ほいで、GCQ やけど、ちょっと厳しい、ハイテンドリストリクションのエリアには、ラグーナとか、バコロドシティとか、ダバオシティが入っちょりますね。こんなんどす。ほいで、規制が MECQ のエリアには、いろいろが入っておりますね。こんなんどす。MECQ って言いますとね、まあ、結構厳しめの規制ですね。いっちゃん厳しいのがね、ECQ で、次が MECQ、GCQ、MGCQ ですからね。ほいで、全体図はこんなんどす。ほいで、学校授業が再開するみたいですね。これが9月13日から再開がされるみたいですね。これをね、教育省が許可をしたみたいですね。この間まではね、教育省の長官が反対をしておりましたけどね。
ホイってフィリピン入国禁止の国ありましたでしょう。こっちの方も延長がされておりますね。それがインディア、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、ネパール、ユナイテッドアラブエミレーツですね。ほいでここにインドネシアが加わったみたいですね。まあインドネシアもね、確かにどてらく入ケースを増やしておりますからね。ほんでね、インドネシアでは7月14日の入ケースの数が5万4000にもいっておるようですね。これはもんげーですね。ほいで7月に入ってからすでにね、入ケースの数も10回もね、最多を記録しておるみたいですね。ほいでさらにタイとマレーシアもね、フィリピン入国禁止の国に入れることを検討中みたいですね。タイもね、マレーシアもね、最近ではフィリピンよりも入ケースの数を出しておりますからね。これがね、マレーシアなら7月14日のね、入ケースの数が1万1618人やったみたいですね。ほんでほら、マレーシアとフィリピンって近いでしょう。あの、ボルネオあたりやとね、船でこう30分ぐらいでね、フィリピン、マレーシアのこの間をね、行き来できるんですよ。ほいでね、以前ならね、ギャンギャンで行ったり来たりとかしておったようなんですが、この国境もね、現在は厳しく見張っておるようですね。ほんで、マレーシアでは現在、マレーシア国内にある分のシノバックを使い切ったら、もうね、中国からシノバックは買わないみたいですね。シノバックを打った人もね、結構感染がね、報告をされておりますからね。ほいで、タイでもね、最近は入ケースの数が1万人ぐらい出ておるようですね。ほんでね、フィリピンですけど、11人のね、デルタバリアントの感染者が新たに見つかったみたいですね。このうちの2人がメトロマリナの中で見つかったみたいですね。これで合計が16人みたいですね。ほんで、昨日の7月15日の感染者数ですが、5221人ですね。またこれ5000人台に戻りましたね。これで全ての合計は149万665人ですね。ほんで4147人が回復をしまして82人が亡くなってますね。ほいで現在のアクティブケースは4万5495人ですね。アクティブケースがね、最近は4万人台に落ち着いてきちょりますよ。こんなんどす。ではここで喉を潤します。やった。くー、今日はね、百香い黒ウーロンティーですよ。にゃんとね、父が亡くなったみたいですね。父って知っちょいますか？マニラのね、サンタクルースにありますバランガイ379のね、フロントライナーですね。これとっすね。この父はマニラで最初のね、オフィシャルアニマルになった犬で、バランガイのね、パトロールをロックダウン中もね、一緒にね、こう回っておったみたいですね。ほいで父はね、現在マニラノースセメタリーでね、眠っておるようですね。ほんでね、昨日の7月15日に僕もね、ついにあのセカンドドースを打ってきましたよ。ファイザーですね。それがね、これどっすね。打っちょるでしょ。いや、こんなん来てものすごい今日セクシーでしょ。これでね、2週間後にはね、僕もアンタイバディが出来上がるっちゅう寸法ですね。まあそうなりますとね、いろんなところに行き倒しまくれるわけですよ。まあそっちの方はね、近々江戸チャンネル2の方にね、ポストしようち思うちょります。しかもね、フィリピンではワクチンを完全に打った人は、レストランでね、割引とかもありますからね。この割引額はね、まあレストランによって違うんですけどね。で、昨日ね、長期に行ったんですよ。ほいでね、ディスカウントしてもらえるんかなって思ってちょっと聞いてみたんですが、どうやらね、ダインインだけみたいですね。で、僕テイクアウトする予定やったんで、テイクアウトの場合はこのディスカウントはね、適用がされないみたいですね。ほいでそのワクチン接種ですけどね、まあ僕が住みますケソンシティのジョイ・ベルモンテ首相の発表によると、ケソンシティでもね、バクシネーションは進めておるが、シニアの人たちがね、なかなかバクシネーションに来なくて苦戦をしておりますと言っておりますね。ほいで例えばマカティでもね、同じようなね、状況だったんですよ。ほいでもね、マカティではアビビナイ市長がシニアの人たちに1000ペソ分のギフトカードを配りますよって発表したんですね。押したらば、マカティにはね、すぐにね、7000人のシニアの人たちがね、バクシネーションに現れたんですね。ちゅうことで、ケソンシティもね、現在、何かしらそういったことをやることをね、検討中のようですね。まあ、ちなみにね、僕がこの打ちました、昨日もね、セカンドドーズの時はね、水とね、あの、小さいケーキみたいなのをくれましたね。
ちなみにね、ファーストドーズの時は何もなかったですね。ほんでね、最近はショッピングモール内でもバクシネーションをやっておるんですよ。ほいでね、あの SM メガモールもバクシネーションサイトとしてやっておるんですが、100万人目にね、バクシネーションをした人に1万ペソ分のギフトカードが送られたようですね。この100万人目になった人がマンダルーヨン在住のサラ・ルイス・ガブリエルっていうね、まあそれはそれはね、めんこいめんこい女性としたね。え、そのめんこいサラを見たいどすか。仕方がなかね。バテン、これがサラじゃけ。しっかりとね、1万ペソ分のねギフトカードを持っておるでしょう。これどうやら花束も送られたみたいですね。これね、マスクをしておりますが、隠しきれてない色気がね、なまら A ですね。ほいで、フィリピンではね、女性の指導者って多いんですよ。まあ、結構ね、高いポジションに女の人がついておることって多いんですね。まあ、例えば市長とか州知事とかね。ほいで、これで調査がされまして、そういったね、州知事とか市長の中で、ベストパフォーマンスをしておる人は誰かランキングみたいなのがね、発表されております。それによると、州知事の中で1位は 77% を獲得しました。セブーのガルシア州知事みたいですね。このガルシア州知事はね、女性なんですよ。で、1位がね、女性の州知事やったっちゅう寸法ですね。ほいで、2位が 72% でいろいろの州知事。3位が 70% でラウニオンの州知事みたいですね。ほいで、4位がダバオ・デル・サーの州知事で 67%。で、5位がパンパンガの州知事で 62% みたいですね。こんなんどうす。とまあね、フィリピンだと結構ね、女性の州知事っていうのもね、活躍しちょるということですね。ほいで、市長の中でもこの調査がされたようですが、フィリピン全体の市長の中で1位は誰やと思いますか。にゃんと、ダバオのサラ・ドゥテルテ首相みたいですね。サラ・ドゥテルテ首相のパーセンテージはどてらいことになっております。にゃんと、驚異の 93% ですね。ほいで、これがね、メトロマリではないなら、1位は誰やと思いますか。これがね、ケソンシティのジョイ・ベルモンテ首相で 87% みたいですね。ほいで、2位がパシフシティのビコソト首相で 86%。ほんで3位がマニラのイスコモリノ首相で 80%。 ほいで4位はバレンズエラのレックス・ガチャリアン首相で 79%。 ほいで5位がナボータスのトビー・ティアンコ首相で 77% みたいですね。こんなんどうす。ほんでそのサラ・ドゥテルテ首相ですけどね、来年のほら大統領選にも出るかもしれませんでしょう。リポーターの人にね、来年の大統領選のことって考えてたりしますかって聞かれた時に、サラ・ドゥテルテ市長は、ああ、イエス、オポ。ってね、答えてましたからね。ほいで、この時も、セブーのガルシア州知事と会っておったんですよ。あの、さっきの州知事1位の人ですね。ちゅうことで、これはね、僕はすでに来年の大統領選の準備に入っておるんだろうなとね、思うちょるんですね。ほいでね、水曜日には、サラ・ドゥテルテ市長は、アロヨシャンと会っておったようですね。昔ね、アロヨ大統領っていてはったんですね。まあ、この間ほら亡くなりました、ノイノイ・アキノ大統領の前の大統領ですね。ほんで、サラ・ドゥテルテ市長はこのアロヨシャンと水曜日に会っておったみたいですね。それがこんなんやったようどす。これは完全に来年出ると見てええでしょうね。チャンネル登録、グッドボタン、お頼申します。それでは、お後がよろしいようで。